それは金田一も良くないね。いやまあまあ やられへんかったら余計嫌よ。そう、誰も流せないから何言ってんの。言ってくれた方がなありがたいよな。まあまあまあ、この番組は有料配信であることを隠れ蓑にした公共性は低く、聞く人を選ぶけどその人たちの生活に欠かせないトーク番組です。見つけるの得意、耐え歌う歌うよベリーダンス。はい、皆さんこんにちは、ニューエンドです。神木博士です。沖合亮太郎です。沖合君、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。どうだった。出てった出てった出てった。あのまあいろいろトラブルもありましたけども、あの無事に、ま、トラブルってそんなトラブルじゃないでしょどうせ。沖合さん自体のトラブルはセリフの千秋楽。千秋楽でセリフの。ちったおもろいな。え、そうどの程度なんですか。客が分かる程度。おい、顔隠すなよお前。お前がやったやから。客が分かる程度。あ、やっちゃった。客分かった。そのすごいどんなシーン、あのやっぱり笑いのシーンもあるけども、やっぱりもともとねお笑い担当ポジションなんですよ。書いてあったね、そんなんね。3、4人お笑いポジションの刑事がいて。うん、お客さん出てきたらドジな刑事が出てきたからちょっと笑えるなっていう気を抜くとこなのね。まあそんなに笑いはなかったんですけどね。そこでもそれが一番俺には苦痛だったけど。かわいそう。今回も受けなかったなって。ただそこの口にねにょんってなったとこは大爆笑でした。ここで一番なんだと思って。がっかりですね。あれ舞台やってて一番恥ずかしいのってさ、もうほんとシーンとなってる時にさ、噛んで客が笑うっていうのほんと恥ずかしいよね。笑っちゃいけないんだけど。うん、え、どのぐらいの時間的にどれぐらいの感じ。まあ秒にしたら 2,3 秒なんですけども。そうでしょうね。でもその体感時間ってすごいじゃないですか。まあ、関君と2人で絡んでる短いシーンだったんだけど、おうおう、うん、まあ本筋の人たちが入ってくるまでの、まあ、つなぎみたいな、ちょっとした本当につなぎのところ、うん、もうええやろ。やっちまったか。毎回なんかそういうちっちゃいミスがあるのおもろいな。そのシーン一回も間違えてなかったんだけど、なんか最終日だけなっちゃったんですね。なんか間違えてないとそこやり直さないからさ、家でよなる時あるよね。ここでっていう時ね。まあでも結構気をつけてはいたんですけどね。でも間違えたからダメ。難しいあれだった。全然全然カミカミのとこじゃないんだ。全然近代さ、なんとかかんとか感心したんですよ、なんとかとかかんとかに、あのみんなに聞いてたからっていう、なんとかとかんとかのかんとかが出てこなくて、なんとかだえ、どうしたんですか。そこは重要なワードではないの。まあまあおさらいみたいな重要ワードですね。うん、でも関君がその言葉に食っていくわけじゃないのね。食っていくわけじゃない。次の人が困るわけじゃないの、ね、そんなことないですよみたいな感じの、うんうん、なさらっと流れるシーンだったんだけど、うん、え、何ですか急に。言われた。ありがたいね。それは金田一も良くないね。いやまあまあ やられへんかった余計嫌よ。そう、誰も流せないから何言ってんの。赤いぞ。言ってくれた方がなありがたいよな。まあまあまあ、へえ、そこ面白かったよ。まあ、個人的にはそこだけですね。満員やったその時。その時も満員でしたね。大爆笑やな。こっぱずかしいな。自分から見て、はい、その失敗よりも、うん、やりよったなっていうのあったんですか他に誰かが。まあ尺がめっちゃ長いんですよ今回。あの途中15分の休憩あったんだけど、うん、まあそれを込みで3時間半ぐらい。なんかで終わって時計見たら、うん、会によって違うのかもしれないけど、うんうんうん、あの会場を出たらもう4時間経ってましたっていう人が、物販とかもね並んでお手洗いいたりとかして、振ってみたらもう4時間っていう人もいましたけども。歌舞伎やん。そうですね。前後編歌舞伎やん。前後編。その中でじゃあ押した時って演出関くんなんでしょ。関くんと野坂さんっていう方が共同で出てない方がいらっしゃるんだ。そうですね。あ、じゃあその人は見れんのねちゃんと。うん、まあ、途中、
こう上演期間公演の半分ぐらいはいましたけど、うん、めっちゃ長なった時って怒鳴り込んでけへん。あ、でもそんなに大きくは長くなってないと思うんですけど、いろいろ舞台機構のいろんなことがありまして、初日がちょっと激推ししてしまったんです、開演が。あ、まあそれはしゃあないよね、それはね。お稽古のふにゃふにゃ事件のやつは言われなかったの？もうみんな忘れました選手力だったから飲もうぜってなってもう終わり、もう打ち上げもなく終了です。あ、そうなの？今回はバラシも大変だったから、うわ、まあ、そういうスタッフさんも劇団員の若い子たちも、うん、そこにかかりきりになっちゃうからっていうので。じゃあ一番最後の日だったから後味の悪い舞台だったね。うん、うん、おもろいわこんなさっぱりせず帰ってきたん久しぶりやな。本当、あ、今回は大丈夫でしたっていうのが多かった。そう、なんかいつもにこやかに終わったっていう感じで来てるからさ、だから別に話も聞かんでええなと思ったけど今日は聞いたった方がええんやろなっていうぐらい、なんかちょっとどないしたんっていう感じやもんねまあ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 それぐらいです。相当響いてんねんな、そんなしょうもないところで間違えるとはっていう感じの。そう、でもワンワードだけなんでしょ、思い出されんかった、その、まあそっからだからってそのセンテンスの、まあまあ最後までね。そうそうそう、うん、でここなんでしょ問題は。そう、この名詞かなんかが忘れちゃったでしょ。なんで出なかったんだろうってそれね、一般的によくあるものの名詞なの、それともその、八つ墓村、何やったっけ、手まり歌でしか使えないような。あ、そんなことないですけども、うん、まあ作品舞台を頭から見てたら、うん、まあそのワードが出てきても普通だなっていう、お客さんでも分かったろうなっていう感じの。です。面白いねでもお客もあれやろな、キャラクター的に許されるとこあんやろな。まあでもシーン的にもね、うん、そうやって近代さんが突っ込んで笑いに変えられてるんだったらいいんじゃないですか、ね、うん、笑えるとこやったからね。コメディリリーフで入っててね、本編の方で笑い一つも取れてないんだったら お前は厳しいなセリフ書いてあるセリフでは笑い取れてないから、まあ、仕事はね、うん、そんなにね、そうちゃんとできひどいですね。多少クスクスはあったんですけど、うん、もう俺には聞こえないぐらいもう辛いシーンその、でもね、他のね、分かんないんだと思いますよ。あの、ちゃんと見ないとと思ってるから、うん、推理ものだから、うん、確かにそうそう、あの周りがシーンとしてるとね、余計にね、うん、でもちゃんと笑い取ってるシーンは聞こえてくるんですよ、人には、人のシーンは。もう出てない時にね、ここでは笑いがあるなっていつここでは笑いがあるなってえ、そのお笑い取るよ3人しかいないでしょ。でもまあお笑いを取れ、笑いを取れそうなシーンの、もうこの3人以外のとこでもあるね。あるある、へえ、ちょっとずつ。つらいな、うん、笑い取る用の3人やのクスクスなんや、つらいって思った。ただまあおけいくんだけはやっぱり最後大爆笑取れてバンバン祭なんですね。うん、相当やってんな、ちょっとそこ見たいな。それ映像はその日じゃないの？違います。違うんだ。配信は、その前日と前々日です。あらあらあら。じゃあおもんないな。うん、ちょっとだけ上演してくれる今。その。そう。記録映像ならあるけど。あ、ロングの好きだけど。あ、そう、本当に。へえ。そこやっぱり自分で見返したりすんの？全然一個も見てない。あ、失敗したとこ見返さないの？もう終わったから。まあ最終日やしな。うん、ちょっとしばらく置いて、気が向いたら見てみようかな。ただあれやで、何日かして見たら、うん、そうでもないねんで、まあ、ね、だといいねそんなに基本そうでもないんですよね。で、そう、自分はすごいその2分も3分もに感じちゃうけども、うん、ミスしたところって、うん、ただあの流れで見たらそうでもないんですよ。そうでもあんのやな本人はね、本人はやっぱりミスしたところ、まあ、今回尺は短かったけど、でも、うん、そうね、グダグダだったからね、まあ、あ自分で言うほどそんなすごい心折れてましたよねって言われたからそんな、うん、人が見てそんなに思うぐらい、関君が正面で後から言われたけどもう心折れてましたよねいやだってセリフ出てこなくて何とかと
なんとか、うん、ごまかしは、ま、多分あったと思うんだけど、うん、なんかそれが起点が聞かなかったんですね、うん、なんだっけってウニュウニュってなっちゃってる以上はもう何ですかってなるよそりゃ。まあ、でも今回いろいろ大変だったけど、うん、まあ、概ねうまくいっていたので僕以外は、うんうん、いや大丈夫やってうまくいってたって他の人なんだ気にしてないよそんな、うん、だといいねそんなに5月20日更新分のおしゃごは久しぶりに沖合くんが帰ってきてくれました。はい、悪魔の手まり歌ご来場の皆さんありがとうございました。沖合です。なんと沖合くんが個人的な事故の話をしてくれます。千秋楽にやっちゃいました。本編では笑いが取れてなかったそうですスーパープロモーター M では小野坂さんが T800 とウォーズマンの対決をマッチメイクしてくれますよ。したんやで、うん、途中で一人いなくなります。なのでメールを読みました、帰ってきた人が全く気を使うことなく次の依頼をしていました新一般常識クイズではプレイステーションポータブルリモートプレイヤーをかけてクイズにチャレンジします。来週の途中でも1回ドローンします。動画の視聴と高評価チャンネル登録よろしく。